ウィス、どうも、ラグナだ。今回はですね、ちょっとクラロはね、久しぶりにやっていこうかなと思います。まあ、名前のないフォルダということでね、今ゲームとして入ってるのがこういう感じですね。もうほぼ手つけてない状態ですね、ゲームは。はい。まあ、このね、なんか会社休みますっていうのはね、まだ見せたことないアプリなんですけど、まあ、今後ね、機会があったら、まあ、やろうかなと思います。面白そうだったのでインストールはしてあります。はい、早速じゃあクララはね、開いていきましょう。久しぶりに。本当に久しぶりに開くんでね。はい、ちょっと音量が、どうかわかんないですけど、このぐらいですかね。はい。もうちょっと大きく。はい。まあ何やるかとか特に決めてないんですけど、まあ久しぶりということで普通にバトルしていこうかなと、思います。はい。バトルでいいかな。はい。びっくりした。びっくりするかな、そういうのやめて。ああ、はいはい。なんか覚えるでしょ。指名カードがある。なんだこれ、決め、第一印象決めですけど、え、何これ、知らなかった。ゴブジャイアント、おー、ジャイアントと、ゴブリンジャイアントっていうジャイアントに、さらにアリゴブリンとゴブリンかなが1体ずつついてるって感じですかね。いや、びっくりしましたね。クラウィザーか。いや、びっくりした。なんだ、あれは。ちょっと、音も大きいかな。はい、これでいいかな。はい。あ、半分つけてくれるんですね。あ、もう4000超えてたんだ、ちゃんと。いや、もう久しぶりすぎて、全然覚えてないですけど。ゴブジャイアント。はい。情報6コストですね。この緑色をした陽気な巨人は、敵の建物を目指してズンズン進みます。2体の槍ゴブリンを背負う様子は、ちょっと奇妙ですが、機能性を重視した結果だそうです。あー、なるほどね。乗せてるんだ、背中に。あ、そういう感じか。なるほど。そうか。いや、懐かしい。非常に懐かしい。クラシック。さっき取んなくてよかったですね、余計。はい。もうね、いなくなられて。ちょっと待って、履歴を。ちょっと待って。履歴全部なくなっとるやん。マジか。まあ、リプレイね、確か5、6個ぐらい残ってたんですけど、ちゃんと実況しないまんま全部消えちゃいましたね。もったいない。まあ、やっておけばよかったですね。そしてこちら、ゴブジャイアント練習戦。うわ、結構あるな。結構やることあんな。これは大変だぞ。はい、まず、まあ、ちょっとね、やること多いんで、普通に、今日は普通に戦って、おー、びっくりした、戦っていこうかなと思います。はい。じゃあ、まずこちらで、はい。こちらでね、古くから使ってるので、一回やりたいと思います。まあ、練習程度というか、肩慣らしというか、一番使いやすいというかね、そういうデッキなので。落ち着いてやっていきましょう。いや、懐かしい、これ懐かしいな。おいおい、相手出さないパターンか、これ。困るぞ、困るね。次行きましょうか。はい、これはちょっとなしですね。なんかもう、まあ、トロフィー上がったんでね、それはありがたいですけど。はい。さあ、次の試合。
次の試合というか、これが1試合目です。はい、しっかりして、今のはちょっと待ってください。はい、引き出しました。これ1回目、ちょっとね、最初から危ない感じもしますけど。これ気が怪しい。さあ、ここは相手。なるほど。アイスピを重ねるということがどうしても、かしらが出てくる。周りが悪いですね。落ち着いていきましょう。メガナイトでほぼワンパンなんですよ。マジか、ちょっと、はい、結構すごいですよね。さあ、これ対応できるか。相手はあんまり、なんでしょう、強い系のユニットないっぽいですからね。メガナイトとかデッカとかゴーランとかのダリユニットあんま持ってなさそうですから、まあそこはいいかなと思いますけど、今コウモリのメレとディガー使ってくれてるんで、まあ、これ高回転ですね。ディガーはおそらく来るでしょう。でどうせあれ使うんじゃないですか。使わない。使わないですね。あれ使うと思ってます。これですね、ローリングウッド。ローリングウッド使うと思ってました。なるほど。このタイミングでもう一回打ってみると。なるほどね。これはちょっとまあ、厄介かな。ちょっと厄介かな。まあ、ここを。オーロリみたいな感じ。さあさあさあ。なるほど。ここでまあ、こうして、重ねていくしかないでしょうね、これは。重ねていくしかない。よしよし、いい感じで、エレクトロリザードが入っている。よし、まさに入れた。よし、さらに爆風で落として。まあまだいい。いやー、互角って感じかな、これは。相手ゴーレム出して、ゴーレムじゃない。出してますね。よしよしよし、これはいい。良くはないかな。状況は良くはないかな。どうだろう。なるほどね。そうやってくるかな。マジックアーチャーがずっと入ってるのが痛いかな。さあ、どこまで行ける。インフェルノドラゴン入れ、頼む。入っていかない、思うように。何、一発入っていく。さあ、どうなる。ここね、おそらくディガーとか考えてくると思うんですよね。やばい、非常にやばい、非常にまずい、これ。ああ。そう、悔しいですね。はい。まあまあまあ、感覚は戻しました。こっちでやってみましょう。最後の試合ですね、おそらく。はい。さあ、まあ4000以下には落としたくはないですね。こちらのデッキの方が、効率的ユニットが多くてですね、プリンス、ダーク、プリンスの方が非常に攻めに、攻撃力が高くてですね、攻めに突破されているユニットなので、オーブラが入っていくのが美味しい。さあ、おっと、行きましょう。こちらベビードラゴンで、まあ、対処していればいいかな。ベビードラゴン結構体力が多いので、意外にね、結構ダメージ。ダメージというか、あれですね。全然やられずに、結構こう、ダメージを入れてくれるというか、相手のユニットとか、下は、ね、これはちょっとやばい。
嘘でしょ嘘でしょ。はい、来ました。来ました。いや、危ない危ない危ない。いやー、入るな。入ったな。3発入って終わりか。痛いな。勝てるか、これ。今のはだいぶ痛いぞ。いやー、これもう無理かな。あー、これは無理かな。出ない。いらない。はい、そう、すぐ痛い。上がっていく、ここから。これ終わったな。終わった。マジか。さすがのショックですね。ちょっと嫌になりますね。はい、いやー、これはちょっと、ね、もう動画お見せで、ちょっと重すぎると思います。まあ、高評価がちゃんと良かったらしてくれればいいんですけど、今回は。ちょっとね、最悪なんで。はい。では、今回は。まあ、コメントもね、別に残さなくても、大丈夫です。はい。今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。